ちょっと休憩しましょうか。そうやな。これじゃあデル君がツッコミし疲れとうだろうけんな。そうですね。どうしましょうか。あ、名刺来た！名刺タイム！誰の名刺だよ、これ。この状況。俺の名刺か。はい。そういえば見たことがなかったので。確かに。もう名刺がギャグ、その人のギャグレベルを測るようなものになってきとるからな。キラ先輩。あ、キラ先輩は結構正統派というかさ、きっちりしとんな。てか、そのキラって、アルファベットすっごい活かしとんで、すっごいスマート。いいな、これ。キラ先輩やるな。さすが先輩、3枚目。あ、この3人のが出てきたとしたら、あと5枚なんなん？てるくんのは出てきそうな気がするけど、あと4枚ってどうなるって話やもんな。あと5枚も出てくるんか、これ。よっしゃ、トイレ。ちょっと、トイレ行ってきます。ああ、気をつけてな。は？はい。トイレに気をつけるもクソもあるのか。あの話、結構長くなりそうだな。全然母の話が出てこない。母席は合うのだろうか。キラ先輩、性別のことで学校を辞めたって言ってたな。なんで辞めたんだろう。早く済ませて戻るか。ん？これは、お掃除入りまーす。ちょっとチェリーさん、そこにいたらしにくいんですけど。あら、気にしないで。お掃除するだけだから。あ、そうですか。なら、いいか。お前、そういう数タイプの人間の見た目じゃないだろ、お前。アフロの盛り上がりが陰で見えてんだよ。ときめいているわけではありません。プレッシャーを感じているんです、皆さん。チェリーさん。どうした、テル。チェリーさんは、キラ先輩が好きなんですよね。そうや。男のキラちゃんと知り合うには、私が同いになるしかなかったのよね。まさか、恋愛対象も男性に変わったんですか。いやーね、それとこれとは別よ。ですよね。よかったー、狙われずにすんなー。でもこのプレッシャー、本当にそうなのか。そんな気がしてくるテル君であろうか。チェリーさん？テル、早く出しなさい。え？なんでずっといるんですか？掃除するからよ。なるほど、そうですよね。テル、あんた、いい体しておろうね。はぁ！これ、もみゅうって言う音やめろ、お前。ほら、早く出しちゃいなさいよ。出せるもんも出せねえわ。お掃除できないでしょ。チェリーさん！どうする？なぜこのタイミングで名刺なのだ？おい、なぜこのタイミングで名刺なのだ？おい、おい。名刺、このタイミングで名刺ってなんだな、お前。名刺？はい。今のチェリーさんの名刺も欲しいなーって。あ、濁した。話を濁すためか。あげてもいいわよ。本当ですか？ただし。わかってるでしょ？わからない俺にはわからないですよ。俺にはわかりませんよって何を考えてるのかわかりませんよ。何を名刺欲しいんでしょ？コンプリートしたいんでしょ？わあ、これゲームのプレイヤーの心情を指してきている。そしてそれをもう逆手にとって使ってこようとしてるんだ、これ。うわあ！あ、テル君犠牲になって、俺名刺コンプリートしたい。負けたよ、テリーさん。俺も男だ。テリーさん。よ、チェリー。呼び捨てになったもう、好きにしろよ。テリー！ああ、トイレが愛の巣に。そして、男たちは、1時間経ってもトイレから戻ってこなかったあの扉の向こうで何が行われているのだろうか。俺に何かができただろう。テレを止めればよかったのだろうか。いや、そんな無粋な真似は俺にはできなかった。テル君、めっちゃ可愛いな、お彼らは夢の世界に旅立ってしまったのだ。こんなホラーチックのなさのゲームオーバーが来たー諦めるわけにはいかない。どうした目覚めた夢の世界から帰ってきたもう逃げろ出るもんも出なかった。おかえり、出る。いやあ、まさかここのトイレに行くとは勇気があるな。どういう意味ですか？ま、いろいろサービスがあるんだよ、黒店。どんなサービスですか？え？どんなって？店長のジェリー自らがお客様のチェリーの掃除を。やっぱりおう、出る。もういいのか。もう引っ込みましたから。話を続きをしましょう。はは、テルは元気だな。あんたに言われたくないよ。そうだ、忘れるとこだった。あ、ちゃんとくれるんだ。ちゃんとくれるんだ。そこは、私の名刺欲しいのよね。あら、まだ前の髪型の写真のままだわ。俺は、こんなもののために、あんな恐ろしい目に。ごめんな、欲しかった。4枚コンプしたかったな、俺。ごめんな、てるくん。ほんとごめん。さて、話の続きね。さっきの話からはあまり情報は出てきませんでしたね。キラ先輩の本名はキラビだったこと、オーガがモテモテだったということ。お二人の身の上話がメインでしたね。つい話しすぎちゃったわね。まだ母の話が出てこないんですが。これから出てくるわよ。でも、本当に話していいのかしら。はい？だって今から話すことは、テレは知ってるはずの話なのよね。え？ははははしょぼぼんとしたオーガさんが出てきた。このタイミングで。笑わせに来てるな、お前。それにしたって、てるくんが知ってる はずの話って何なんだろう。結構重要なところで出てくるんかな。あの後、キラちゃんに心を奪われちゃった話は、失恋気分でホストの仕事にも身が入らなくなっていたわ。明らかにテンションが落ちて、女の子たちもその異変に気づいていたわね。顔が違うもん。もう顔が違うもん。こんな顔で今までのウィッシュ出されてもさ、女の子たちもうーんぐらいにしかないよ。AKB3 人組。ガキエだ !AKB3 人組。モテオーラがなくなった私からは、次々と女の子たちが離れていたわ。悲惨すぎる。天国と地獄だ。まるで疫病神が歩いているかのような存在だったでしょうね。そんな私の変化に龍河も驚いていたわ。龍河さんも龍河さんで、そのいつもの顔が久しぶりに見えてちょっと嬉しいな、俺は。ホストが恋なんてしちゃダメね。それを私は痛感したわ。早く母の話出てこないかな。んあ、リルカ。そんな時、リルカから電話がかかってきたわ。リルカさんはまだ応援してくれてたんですね。そうね。私のことを心からね。もしもーし。レルか？悪い。実は調子が出なくなってさ。ああ。お、泣いとる。どうした？レルか？泣いてんのか？オーガ、助けて。え？私、知らない場所に迷い込んじゃったの。迷子になったのか。助けて、オーガー。私の部屋まで迎えに来て。部屋？リルカ、おい、迷子で部屋ってどういうこと？部屋？迷子になったのに部屋に行くのか？まさかな。夢？リルカ！リルカの住んでる団地へ！アパートメント！リルカ、私はリルカの住む団地に走ったわ。リルカが助けを求めている。そう思うと勝手に体が動いていた。でも、そこでとんでもないことを知る羽目になるの。とんでもないこと？わあ、来た！シザーガールの時、え、待てよ！シザーガール？え？もしかして、え？でもこれ、シザーガールの時と一緒の団地じゃん、もしかしてこれ。え？そういや、なんか顔似とんな。あの女のリルカって、リスザーガールと顔似とんな、すごい。え、そういうことな。あ、そういや、なんか言おったな。これも過去の話って。シザーガールも、なんか過去と関係あるみたいなこと言おったな。そっちの方忘れとったわ、完全に。そうか。団地の前に着いたぞ。リルカ、電話出ねえな。どうしたんだ？ん？部屋はあそこのはずなんだけど、なんか赤くねえか？とにかく行ってみるか。案の定夢って感じなんだ。あれ、団地って。あれ、団地って何か聞き覚えありますね。そうよ。そうでしょうね、テル。私たち一緒にいたものね。やっぱそういうことか。テル君よく知っとるはずってそういうことか。まさか、あの通り魔の。ええ。マナのリルクは通り魔シザーガールよ。彼女はシザーガールと呼ばれる前、私の逆だったの。知っての通り、彼女は寂しさのあまりに男性の死体を集めて恋人を作ろうとした。私と出会う前からそれは実行していたのよ。ええー、その前から、私とデートしてる時も、彼女は少しずつ人を殺していた。それを部屋で解体していたのよ。だから、たとえ寂しくても、部屋には誰も呼ばなかった。まさか、チェリーさんを呼んだのは、レイになって。やっぱり、テルは覚えていないのね。リルクの最後は、あなたが知っているはずなのよ。どういうことだったっけ？これも過去の話に移っとったっけな。そこまで覚えてないな、俺。けどさ、こんな感じで繋がってきたんだよ。シザーガールの時と。すごいな。こういう話をしようと思っとった上であんなシザーガールの話作っとったんじゃ。すごいな、ほんと。伏線回収がうますぎるだろ。確か上から2番目だから5階か。リルカ、どうして俺を呼んだんだ？電話の様子だと精神的に参ってるみたいだったけど、何か話したいことがあったのか？シザーガールになる前のリルカ、なんもだった。すいません。唐突のくしゃみ。唐突のくしゃみ。ここ、だよな。なんだよ、このテープ。立ち入り禁止？なんだ、こんなものが。あったな、これも。まさか、何か事件があったのか。リルカ、いないのか？開いてるぞ。リルカ、入るぞ。おー、なんかこれもあったような気がする。なんか殺風景な部屋だな。冷蔵庫を錆びてるじゃん。あいつ、本当にこんなところ住んでるのか？何か落ちてる。ああ、思い出の品が。これは、リルカにあげた名刺じゃねえか。なんで血がついてるんだ。ああ、これこんなタイミングでリルカ、これだん!5 枚目これか。こんな残酷なもの手に入っちゃった。呪われてそう。これが落ちてるってことは、ここ、間違いなく、リルカの部屋だぞ。リルカ、どこにいるんだ。あっちにも部屋があるぞ。ああ、出た、そうじゃ、そうじゃ。こっちか、作業を行っとったんは。これは肉人の肉か。なんでこんなものがあるんだ。シザーガールは、その時からすでにあの部屋にパーツを集めていたんですね。でも思い返すと、あの時は違和感があったわ。他のパーツはほとんど揃っていたのに。彼女が初めに襲った男の頭。その頭がなかったのよ。頭?まあ。くっせえ耐えらんねえ。やべえぞ。あれ、殺人じゃねえか。レリックは事件に巻き込まれたのか。なんだ男の声。どこから聞こえるんだ。振り向く。あれ誰も出てこんのかい。ああどこかのやつが来まー。キングボンビーお前そこで出てくるの。しかもおいしかもいきなり矢印出されたら反応できないよお前。キーボードの手置いてなかったよ今キングボンビーここへ出てくるんじゃ。てか出てくるんじゃあれ。なんだよあれ。でかい顔の化け物。なんであのものがいるんだ。ほんまにキングボンビーかお前は。めっちゃ追いかけてくるんちゃうんこれ。やべえ出てくるぞ。あこれ走るやつじゃんもしかして。走るやつじゃんこれ。セーブしたら走るやつちゃん連打で。はい、来ましたー。はい、来ました。連打のやつ、来ると思ってまいりました。早いわあ、そういうやついいんじゃ、別にこれ。やべえ超早いぞ。とりあえず、エレベーターの中に。1階まで降りるぞ。あんなんおるん。誰や、あれ。なんだよ、あのでけえ顔は。なんであののがいるんだよ。それに、あの死体、リルカは無事なのか。チキショウ、あの顔をどうにかしてリルカを探さねえと。もう夢の中に入ってしまったんじゃ。謎の場所。